綺麗だって気づかなかったな。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。もし夜ハブ隊所属ナインエースに会うことがあったら、私は彼に。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろう。こちら司令部、夜ハブ隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリロスト、ワンディロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。
態への許可を申請、機動形態への移行を許可します。見れば分かるよ。破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。危険、当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う、ホットプログラムを
ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
鎖をかける。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
敵を確認、近接攻撃を推奨。分かってる。工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。倒せばいい。
これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨退避。9S のブラックボックス反応検知、通信応答なし。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい。いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
な知性が。トゥービー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールをポットを使う制御を取れるはず。いいから黙って。すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私も